皆様こんにちは、西尾光一です。今回の動画では僕のパートナーにそのシェイプ一体どんな風なことを考えてやってるのかっていうのを聞いていきたいと思っております。内容的にはすごく細かく丁寧という感じではないんですが、ゆるく僕のパートナーの考えを聞いていきたいと思います。はい、じゃあ早速聞いていきたいと思うんですけども、改めてなんですが、僕のパートナーの下田愛です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、基本的にシェイプをどんな風にしたら大きくなるかということを考えているっていう前提で話を聞いていきたいと思います。で、まずは最初組む時ですよね。まずその時にどういう風にこうポジションをセットアップしてるとか、どんな風にしたらよりシェイプが大きくなるか。じゃあとりあえず最初組む時、まずじゃあ例えば僕がこう構えました、はい、こう構えた時に一番最初にどこを触れるとか何をするとか、どんな感じですか。まずリーダーの位置を測る。はい、位置を測る。リーダーがホールドをして手を出した時のリーダーの手と両手の位置と、リーダーの内もも、右内もも、ここですね。その位置を測ってクローズで組むので、そのクローズポジションに行くためにまずこことこの手に、がどの辺にあるかっていうのを把握しながらちょっと測りつつ歩いていきまして、はい、まず最初に右手でこう組んで、この人が今どれぐらいの力加減で組もうとしているのかっていうのをちょっと測ります。で、その後に、クローズポジションなので、このリーダーの右内ももと私の右内ももが、まあ、接するんですけど、その辺から組んでいくので、下からここから上半身もセッティングしていきます。リーダーがそうするとここ私の背中の肩甲骨のあたりを持つので、するとそのこの辺にリーダーの手があるなと思ったら、その手よりちょっと溢れる感じ、リーダーの手の上に乗っかるような感じで、うん、胸を、張るというか乗せる感じで、そこに手を、うん、そうすると大体この形になる。大体この形、この僕の右手が肩甲骨の下について、そこから溢れるみたいのは、これは確かにその瞬間にシェイプも大きくなるような感じですね。そしたら、まあ、今みたいな風にこう組む時にですね、僕の体にどう合わせるかっていう考えが分かったと思うんですけど、実際にそれをやってる時は体のどの部分をどんな風に使ってるみたいなのってありますか。全部使ってますけども、私の場合は左足と左尻、うんうん、ここが落ちると左の背中も落ちる気がして、うん、左の足が私の左の背中を支えているので、下からそう、だからリーダーがここを持った時に、うん、ここがこう落ちてるとなんかこうへしゃげるっていうか、うん、締まりのないシェイプになるので、うんうん、足からパワーを入れて、うん、特にこのお尻のとこっていうのは結構この背中とつながってる感じがするので、うん、ここを入れて左の背中もしっかり張りを持たせると溢れやすい、うん、溢れやすい、溢れやすい。で、僕と組んだとして、まあ最初のセッティングはすでに多分一番最初って一番いいのでこうなって、まあ、そこからさらにじゃないけど、まあ、さらに、なるほどね、うん、この辺をこう、うん、まあ、極端なこと言うと、左足の例えばヒールが上がれば、まあ、おのずと左はこう上がるので、うん、まあ、ちょっとそれに近いようなこういう感じ、うん、別にヒールを上げる必要はないんだけど、うん、同じような緊張感っていうのは尻と背中にある、うん、あ、じゃあ下からグイッと上げてるって感じね。グイッと、グイッと上げてます。この時肩とかってどういう意思とかありますか。ここが上がると全部上がるとこうなっちゃうから、うん、溢れるっていうイメージっていうのは、そこを落とすっていうイメージもあるので、こうね、こう洪水みたいな、うん、防波堤があって、うん、ザバーみたいな、うん、だから肩が上がると
まだこう波が来てる状態なんで、うん、その波をちゃんと流す。流すって感じね。なんか無理やり下げてるって感じではない。うん、お風呂のお湯。お風呂。入った時のザバン。一番最初にいい。なるほど。一番風呂。なるほど。じゃあ割と自然な感じでは。あ、割と。割と。うん。そしたらですね、まあ、実際に踊ってる時にはどんな感じに意識が変わるとか、より注意点が増えるかっていうので、そこについても聞いてみたいと思うんですけども、とりあえずはワルツのナチュラルターンでちょっと考えてみたいと思います。一旦なんとなく踊りますと、まずは組むところは先ほどの意識で下からの持ち上げる感覚と、肩はこう溢れる水のような意味ですね。これで組みました。まあ、軽く動きますが、そこからナチュラルターンをして、この最後の足が揃った瞬間のこのシェイプですね。少しこう大きくシェイプされているこの瞬間なんですが、ここで特別、まあ、ライズもありますからね。なんか特別にもし考えていることがあれば、どんなことがあるとか。最後は、まあ、あのスイングの、まあ、流れでこう傾きができてると思うので、うん、その傾きがあるところでも、まあ、最初の感じのザパーンっていうのをあの、まあ、崩したくないというか、うん、意識したい。だから大きく、より大きくシェイプをするというよりは、さっきのこの最初の一番、まあ、いいというかリラックスしたこの状態がこう杖がこうなってる時でも、うん、ちゃんとでき、それがさっきの引き上げとか、うん、溢れる感じができてるかっていうのは意識します。なるほど。なんか傾いてるとちょっとそこがおろそかになりそうっていうか、傾きに気を取られて、うん、なんかさっきまでの緊張感みたいなのがなくなる気がするので、ちょっと気を引き締める。うん。だからまあライズする時とかでも、まあ、上に上がるとか、ナチュラルターンの最後足を揃えるって思いつつも、そのシェイプがちゃんとずっとつながってるかみたいな。これ特別上がってるときにお尻をもうちょっと入れるとか、うん、そういうイメージはあるの？ないけど、スウェーがこう斜めになることによってなんか難易度は上がるっていうか、うん、確かに。まあ、だからこの段階でこうやるのとこうなってるときに同じぐらいやるっていうのとすると、うん、多分負荷はかかるのが違うから、うん、結果的にはなっちゃったの最後の方が力としては強くやってるのかもしれないけど、うん、最初と同じレベルを維持しようとした結果そうなるみたいな。なるほど。私はそっちに基準があるね、うん、ちゃんと自分最初の形をキープしようっていう、その基準があって、それに対してちょっと角度がつくから、まあやるのは難しいよね、うん、OK です。はい、なるほど、うん、今ステップの中でという意味で、まあ、スイング系の動きですよね。そのスイングをしている中でどういう風にシェイプを意識しているかということを聞いたんですけど、今度はこう回ってる時、スピンをしているときにどんな風に意識したらそのシェイプがキープされる、もしくは大きくなるかっていうのを考えてみたいんですけども、1回スピンをちょっと回ってみます。どうしようかな。今みたいにスピンを踊るときに、まあ、さっきまでの大きいシェイプがキープされる場合はどんな風に考えているとか気をつけていることとかありますか？うん、シェイプの作り方自体は変えてないけども、いつもより左外回りみたいな、左外回りねとか、ちょっと私がいつも組むときに感じてるこの位置よりやや、うん、左ぐらい、うん、なんかちょっとそういう、うん、でどん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 位置が変わるから、うん、どんどんこっちに行かないといけないから、ずっとここにいると多分置いていかれるので、まあ、ちょっと左前に行くみたいな、うん、ちょっとそういう意識を持ってシェイプを動かしている、うん、なるほど。そうするとスピンってピボットの連続ですから、まあ、入りの部分、フォロワーでいうと前進するところと、簡単に言うと次後退するところに分かれますよね。まあ、まずどうやって入るかっていうことがちょっと気になるところだと思うんですけども、例えば最初にこう今からスピンに入ります、1回目のピボットに入ります、まあ、リーダーはリーダーで気をつけることがありますが、
ここの瞬間にいい感じのシェイプのまま踊り出すならば、これは考えてるみたいなことがあります。どの動きもずっとシェイプをこうカチッとしてるというよりは、まあ、何かしらシェイプってシェイプというかホールドって動いてると思うんだけども、うん、まあ、ピボットの時は、まあ、それが激しいじゃないけど、うん、まあ、短い距離で結構こう変わっていくので、その変化が激しいっていうのを意識するから、ちょっと風呂に入ってこうゆったりしてるだけだとちょっと置いていかれる感じがするから、うんうん、まあ、かなり自分で積極的にこう前にしていこうみたいな意識はあるかな。ピボットでこのシェイプのまま後ろに下がってる時に、まあ、ここでもとりあえず同じように下から支えるっていうのと、このアップレールっていうのをイメージしてればだいたい大丈夫してる、うん、だけどやっぱり変化が早いから、うん、だからスピンがとかピボットがっていうよりは、なんかあんまり移動しないから気づきにくいけど、これはめちゃくちゃ速いステップだぞみたいな。なるほど、そうかそうか。他のなんかバリエーションとかやってると、うん、ポジションがどんどん変わったりするステップとかっていうのは速いから自分でもなんかこうやんなきゃみたいなのがあるけど、うん、ピボットでちょっと油断しがち、うん、なんか何も知ってないでそのまま回れるかなっていう感じがあるけども、そうではなくこれは意外と変化が多くて、うん、あの体を対応させていかなくちゃいけないステップだぞ。なるほどね。そんなに大きくしようというよりは、うん、速いステップに対応できるようにシェイプをその範囲でやるっていう感じ、うん、まあ、速いっていうのがまあちょっとキーポイントなのかな、うん、どちらかというとこれは意外と難儀なステップだぞみたいな、うん、そういう油断しちゃダメだ、うん、同じじゃダメだぞ、うん、なるほど、はい、はい。最後はこうシェイプといえばピクチャーポーズかなと思うので、それを1個あのやってみて考えてみたいんですが、まあ、なるべく簡単なピクチャーポーズでいきたいので、今日は、ライトランジですね、これをやってみたいと思います。今、まあ、すでにですね、最初のところでこれができてれば、まあ、きっとほぼ完成だろうと思います。でここからステップして、オッケー。今ライトランジを見てもらいましたが、まあ、このピクチャーポーズのこれこそ、まあ、シェイプがより大きくなるっていうイメージがあると思うんですけど、この時はやっぱり特別に何か考えてることとかあれば、うん、基本的にはナチュラルターンの最後と一緒で、うん、まあ、普通よりスウェーが、まあ、大きく斜めに傾くので、うん、スウェーが大きくなるって感じだね、なんとなく。その分、うん、まあ、さっきまでやってたものが斜めになるから、うん、それを支えるためにはちょっと足とか下の力がより強くなるっていうのは一緒、うんうんうん、だけど基本組んでる時とかって、まあ、うん、手の先みたいなところをちょっと見てる、肘の先みたいなこういうところを見てるので、うん、まあ、スウェーがこっちになると、まあ、ちょっとこう 下向きになるんだけど、うん、それをあえてもっとなんかこうオーバーしてるというか、うん、あのこう溢れてるように見せたい時はその手よりなんかちょっとこう目線を下に、あ、目線をまあやっぱ上げるとどうしても上になってきちゃう傾向はあるので、うん、さらにこう、オーバーしてる感、うん、溢れてる感を出したいときは目線を、うん、その手よりちょっと下を見る、うん、だから床を見るとか、うん、自分のヒールを見るとか、うん、なんかそういう感じでやってる感じ、うん、でもお客様が例えばここにいてお客さんに視線をやりたいときはこうスウェーがなってもそれよりちょっと上を見たりとかすることはあるけども、うん、なんかよりこう溢れてる感を出したいときは、うん、目線を溢れさせるっていうか、うん、目からの感じで、ね、目が落ちるみたいな。それをやるとこう例えば背中のこととか、うん、この下半身のヒップのあたりとかで違いは感じるかどうか。多分 目がこういくと、うん、まあ、ちょっと顔が、まあ、目が引っ張るから、うん、顔が顎も上がるというか、顎上がる、この辺が上がるので、だから全体にこうちょっと
前面がちょっと伸びるのかなって感じはするけども、うん、なるほど。でも実際それを支えるには、うん、多分さっきも言った私は足とかお尻とかがもっとそれを強くやらないと、目線をこうやりたいんだったらこれが引っ張ってこっちも後ろ引っ張られるみたいなとこあるから、うん、まあ足が先か目が先かみたいなとこはあるけど、確かに、うん、よりなんかこう演出したいときは目、目、うん、目ですね。では最後にですね、今までの話でも、まあ、大体の全体的なイメージですね、考えは、まあ、彼女との場合はというので分かったと思うんですけども、最後に、まあ、こんな風にもうちょっとシェイプを大きくしたいなっていう風に、まあ、悩んでるというか、そういう希望してる人に、なんかこんなイメージとかやり方がいいんじゃないかなっていうのがあれば聞こうかなと思うんですけども、なんかこう私も今までだってやっぱりシェイプは大きい方がいいとか、うん、まあなんかこういっぱい剃った方がいいみたいなイメージもあったんです。でなんかこういろいろ間違ったこともやってきたんですけども、うん、まあ、その間違った代表例は、うん、まあ、首というか、うん、頭だけでやるとか、うん、逆に腰だけでやるとか、うん、っていうのが、まあ陥りがちかなと、うん、まあ、首だけで例えばやろうとすると、例えば、まあ、まあ普通に踏んでここでなんかこう、こう、うん、こういう感じ、うん、でこれは明らかにここが痛くなるのでやめた方がいいです、うん、あと腰でって言うと多分もうこの辺からこう、うん、こういう感じでやったら、まあ広いっちゃ広いけどめちゃくちゃ動きにくいと思うので、うん、まあ、これもあんまりおすすめはしない。なるほど。で、まあ、結局だからやっぱり肩甲骨までは、肩甲骨までっていうか、まあ、この溝落ちまではリーダーに合わせというか、リーダーと一緒にして、その上からシェイプするんだよっていうのは、まあ本当にその通りで、この肩甲骨のところっていうのがしっかりリーダーをというよりは自分のホールドを肩甲骨が支えているのかなっていう意識はすごい必要なんで、なんでよく自分でこう手をここに置いて、なんかこうちゃんと私の肩甲骨は働いているかと、エフェクトしてるかなっていうのはすごい意識して、うん、まあなんかホールド代わりにこのままこうやって練習をしたりとかは、ここがなんとなくこう丸くなると多分緩んでたり、こうまあちょっとこう、うん、まあいわゆる猫背みたいになって見えるし、いくら首をこうやってもここが丸いとなんかちょっとダメなので、まあ、ここがスッキリするといいのかなっていう感じはするので、ここはかなり意識して、まあ、こう触ると意識もしやすいしね、でここをずっとこうやってると多分だんだんこうそこの何ていうか可動域というか、あ、まあ、慣れてくるっていうか、ね、慣れてくると、まあ、最初はこう普通にまっすぐだったのが、うん、まあ、ここまで生えてみたりとか、うん、まあ、だんだんこう、うん、後ろに行けるようになってくるので、うん、まあ、そこは慣れみたいな、慣れ、まあ、でもその正しい方向性というか、うん、をやっていかないとそれは育たないので、そうですね、だから、まあ、首だけが一番危ない、うん、まあ、怪我しやすいというか、うん、疲れやすいし、うん、自分もなんかこうここが疲れてくると首に頼ろうとしてきちゃうのは感じるのでは、うん、分からんでもないんだけども、うん、ここだけに頼るのは気をつけた方がいいのと、うん、まあ、腰だけっていうのは、まあ、若干動きづらいのではないかなと、うん、なるほど、場所かな、場所、使う場所というか意識する場所、使う場所を意識したらいいのかなと、まあ、僕のパートナーの場合はという、これはこういうお話ですけども、まあでも当てはまる人はいっぱいいると思うんですよ。で、まあそこを皆さんも意識してみて、まあもしこのやり方が合えば、ぜひやってみて、もしかしたら効果があるかと思いますし、まあ彼女の場合はかなりあるし、僕もそれは感じてますので、一度試してみたらいいんじゃないかなと思います。これはパートナーが練習後にたまにやってるブリッジで歩くなんですけど、これはシェイプの大きさとかに関係ありますか？ないと思う。下見る練習はできるけど。下を見る練習。